時計デザイナー、チャールズ・ジェラルド・ジェンタ、ジェラルド・ジェンタは、時計デザイナー、チャールズ・ジェラルド・ジェンタ時計デザイナーが創業した、時計メーカー、ジェラルド・ジェンタである。チャールズ・ジェラルド・ジェンタは15歳からジュエラーとして、修行を積み、23歳で、デザイナーに転校した。その後多数の時計メーカーからデザインを委託され、成功を収めている。代表作として、以下のような時計がある。 ジェラルド・ジェンタ社が製造した時計チャールズ・ジェラルド・ジェンタがデザインしたユニバーサル・ジュネーブのホワイト・シャドウ自分がデザインした時計に絶賛が集まるのを見て自分の会社を設立することを考えるようになり1972年に同名の時計メーカーを創業し前衛的なデザインで高い評価を得た特にミッキーマウスのシリーズがよく知られている最も高価な時計は ジェラルド・ジェンタ本人が、ブルネーの国王のために、イエローとホワイトのバケットダイヤを全面に使用し、ブレスレットにも特殊な飾りのある世界に一本の、時計で、推定10億円以上とも言われる。ゴインターナショナルリストオッチ・ゼニスの新オートマチック1994年、秋、P38。ゴインターナショナルリストオッチ・ゼニスの新オートマチック1994年、秋、P38。 ありがとうございます。